はい、それではね、ノーマンズスカイの続きをやっていこうと思います。アイディールさん、こんばんは、いらっしゃいませ。のびこのびさん、いらっしゃいませ、こんばんは。お久しぶりです。お久しぶりですね。ちょっと配信できなかったりとかしてたので、またね、やれると思う。もうちょっとしたら、解放されますんで。忙しいのからね。大丈夫だと思う。引き続きですね、この惑星ミサネコにいます。マイナス56度なんで、ちょっとこの中入りましょうか。寒昨日終わって、ちょっとだけね、周り散歩したんですけど、そしたら、この、なんか家があったんで、ここまだ入ってないんですけど、ちょっと今日入ってみようと思います。寒いんです、すごい。マイナス58度なんで、死にそう。ここね、おっと、温度、こん中は大丈夫、基地があるんですね。溶けすす江戸城基地わかんないこれね、多分拡張してなんていうのかな、家作れるんじゃないのかな、基地を作れるんじゃないかなと思うんだけどね。基地の初期化が完了。現在の母星っていうのは、だからまあ拠点ってことですよね、多分ね。とか、これなんかコストいるんかな、基地をワークショップにアップロードはいいか。どうしようかな。まあ今ちょっとやめとくか。もうね、次のちょっとワークス、なんていうの、星系のところに行こう。あ、びっくりしたびっくりした。ちょっと人いるじゃん。びっくりした。消えてなかった。全然、こう入ってきたよね。全然見えてなかったの。ここにいたのか。なんかお風呂屋さんの坂東さんみたいな感じじゃない？なんか。建築家、名前、思想。設計図トレーダーですか？まあ、伝わんないよね。その生命体は突然私の家に現れた。手には建造物の設計図を抱えている。この設計図は私の基地にとって価値のあるものかもしれない。なるほど。じゃあちょっと見てみましょう。買うのか。あ、設計図を買わないといけないのか。なんか喋ってるね。なんか喋ってんね。なんか喋ってんな。ってか、いっぱいあるね。設計図。カラーライト。大きな壁、大きな草。B。これ何？体力を回復できる壁掛け式の、あ、こういうのは便利ですね。お金が、ま、13万ユニット。うるさいな。いや、そろそろ静かにしてもらったら。よう喋るな。はい、何がいるの？パイプは通路かな？キューブ、通路は通路だ。何買ったらいいのかな、これ。四角い部屋。いりそう、とりあえず。何これ。なんかいっぱいある。設計図が。これを買わないと作れない感じかな。壁、バイオドーム。でも高いね。全然作れへん。一方、四角い部屋をちょっと一回買ってみましょうか。これはいりそうだね、普通にね。ちょっと高いけど、これで買ってみよう。テクノロジー設計図を、メッセージモジュール。ずっと喋ってますね。薬用ハーブ。まあお金貯めないといけないね。じゃあパイプと通路ってどう違うんでしょうね。構造建築用アイテム。柱になるのかな。何がいるんでしょうね。プランターとかもある。これちょっと便利そうなんで、体力回復、シールドを回復できる。あ、こっちの方が便利かな。この辺、まあ、絶対いりそうですね。
と円柱状の部屋の骨組み、はしご、ホログラムドアって何？なんだそれ。あ、階段もあるね。あ、どうしよう。まあ、いいか。いいか。まあでも、多分、また買えるんですよね、これね。以前の基地のアイテムをキャッシュ。ああ。ワープさせられるってことか。基地がある。これ、一回じゃあちょっと、なんていうのかな。母性っていうのにしてみようか。多分、更新できると思うんでね。はい。うん。お、できた。はい。ここに一応、進めるんですか？ミッションの目標を確認する。直進通路、うるさいね、本当にね。通路、基地ターミナル。何これ？テレポートできません。テレポーターで宇宙ステーションと所有する基地の、あ、へぇ、あ、宇宙ステーションにワープできるんだ。あ、それは便利だね、考えたら。へえ、でも作らないといけないの。直進通路。あ、ああ、この辺は作れるのね。四角い部屋さっき買ったから作れる。丸よりも四角の方がやっぱ使いやすそうだよね。ファンデーションがまあ土台でしょ。どこに、どうつなげたらいいんかな。え？ここが、これがキッチンの、うん。あ、ここにつなげるのか。あ、そういう感じね。まあ、ちょっと一回つく、鉄か。まあ、鉄ちょっと作ってみましょうか、試しにね。はい、作った。うん。こんだけでいい？で、部屋作ってみようか。この四角い部屋。あ、置けないな。丸も置けない。まだ通路置けってか？これどうなってんのこの先。チュートリアルじゃない。あ、違う違う違う。こっちの、ビルドメニューを開く。うん。しか書いてないね。基地の建設を始めるしか書いてない。あ、円柱状の部屋を作る。あ、何これ。チュートリアルに沿って作らないといけないの？あ、これか。一応四角の部屋も作れるけど。まあ一応チュートリアルね、終わらしておきましょうか。はい。鉄が結構いるな。で、建築、ん？ライトはいいでしょ？建築ターミナルって何？どれ？ん？建築ターミナルってなんだ？ライト。あ、違うね。これも違う。どれ？ガラス。違う。建築ターミナルってなんだろう。これかな。なんかアイコン出てんね。なんだこれ。ん？設置する建築ターミナルってこれかな。ちょっとわかりにくいね。うん。ターミナルの稼働にはスタッフを配置してください。専門家の組み建築ター基地ターミナル。これはまだできない。設置する、ん？ああこれ、あ、また違うんだ。構造と、あ、これか。これか。これを、
あ、作らないといけないの？どこに設置できるのこれ。何？寒い？寒いの？寒いの？こん中。え？作れない？あ、鉄がないからか。鉄3個だけ足りないんで、まあ、3個だけちょっと取ってこいか。よいしょ。寒い。寒い。なかなか大変ですね。基地作り。鉄。この辺鉄じゃないのかな。オッケーオッケー。まだいりそうなんで。ちょっと多めに取っときましょうか。この星は夜はすごい寒いですね。空きスロットがないの。47。ああ。プラチナ。なんかサボテンね、取ったらね、たくさん集まっちゃって。これ移しとこう。もっとなんかガンガン取っていきたいね、これ。来た。あ、温度が上がってきましたね。朝になると、温度が上がる。まあいいか、まあいいわ。とりあえずこれあれか、エメリルだ。うん。あれ割とね、高値で売れたんですよ。まあ、ちょっとキッチンをね、とりあえずチュートリアル終わらせてしまいましょう。こっから宇宙ステーションにワープできたら便利ですよね、確か。なんだっけ。これね、建築ターミナル、あ、できますね。どこに作る？左側に作っとこうか。丸い部屋ってね、難しいんですよね。ここにも作っとこう。はい。建築ターミナルの稼働には熟練のビルダーが必要だ。宇宙ステーションでビルダーを雇用できる。うん。はい。ミッションの目標を確認。まだ続きあるの？宇宙ステーションで雇用しないといけないのか。これな、どういう、なんなんでしょうね。宇宙ステーションに行けと。基地の監督官を雇用する。あ、人雇わないといけないんだね。この人は雇えないの？ここ行けへんのかな。まだできない。一度基地を手に入れると宇宙ステーションから基地までのテレポートが可能になり、同じ宇宙ステーションに戻れるようになる。うん、なんだ、次どうしたらいいの？スタッフ、宇宙ステーションに自力で行かないといけないのかな？なんか、ワープ使えないのかな？あ、パンコさん、こんばんは、いらっしゃいませ。ちょっとわかんないね。どうしよう。なんかそのテレポーター系のアイテム売ってるかな？あ、うるさい、うるさい、うるさい。わかったか。わかったか。なんかこう、ずっと、なんていうのかな、聞いてない話をし続ける高齢者みたいな感じします。どうしたらいいんだろうな。ないね。それっぽいのがないね。もうちょっと細かくチュートリアルは、どこ、このアイコン、このアイコンはちょっと外に出るか。あ、宇宙ステーションね。まあ、行ってこっか一回。じゃあちょっと宇宙船で、どうしよう、あのエメリル取っとこうか、せっかくなんで。あれ割とお金ね、いいお金になりましたんで。あ、これちゃうわ。あ、これも違う。スロット開けて、鉄、これと、パルスエンジンは、いっぱい。
プルトニウムをチャージして、入らないんだよね荷物ね、全然。鉄ここに入ってるから、鉄は、移そう。で、あと持てるだけエメリル持っていこう。まあ、今昼間はね、温度安定してる。よっと、これね、がっつり。そんなになかった、もしかして。表面だけでしたね。まだ奥にまたよかった。よし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 、いいぞ。なんか下結構空洞がある、そんな感じかな。よし、はいはいはい。まあ、結構その遠くまで採掘できるの便利ですね、このレーザーね。お金も結構いりますね、そしたら建築するの。あと鉄か、鉄がいっぱいいる。ここちょっと見にくいかな。ライト、あ、昼間はライト使えないんだ。来てるな、見張りが。どこにいる、あ、来た。めんどくさいでしょこれ見張りがね、資源取ってると寄ってくるんです。すごいめんどくさい。なので取っていきましょう。こんなもんかな。よし、オーバーヒートしちゃった。来てる？うん、まあ、これぐらいだったら大丈夫か。なんかいいね、お金稼ぎがあればいいですけど。よし、どれぐらい、結構たまったかな。250と、168、結構たまりましたね。もうちょっとだけじゃあ取っていこう。満タンかな、ぼちぼち。ああ、満タンになりましたね。よし、じゃあ行きましょう。なら、自力で宇宙ステーションまで行きましょうか。これ一応アイコン出るんだね、基地、自分の基地を。では、宇宙ステーションに行きましょう。どこ？ここね。よし。宇宙に先ちょっと出ちゃおうか。あ、もうパルスドライブだったっけ？できるんだね。もうできんのかな？ああ、違う。まあ、やっぱ近いとちょっとできないですね。空まで浮かんでから、よいしょ、どこだ、はい、パルスドライブ。ん？よし、行きましょう。あ、さくらさん、こんばんは、いらっしゃいませ。
今日もね宇宙のを旅してね回っていきますよ。あ、結構遠かったね。基地に、人を雇ったらどうなるんでしょうね。わかんないね。何秒とか出てる？あれ？まだ結構離れてたんだ。ああ、来た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 。よし。はい。よ。さあ、ここに素早く。よし、入った。宇宙ステーションはそんなに、構造は変わんないのかな。はい。よし。さあ、行きましょう。こっちね。従業員を雇うらしいです。給料払うんですかね。どうなんでしょうね。どんな感じなんだろう。何してくれるんでしょうね、それと。この人？伍長。この人っぽいね。マネージャー、パルム。パルム。ビルダーを採用する。この人しかいないし、まあいいわ。これで。声かけましょう。本当に君なのか？ごめんね、長い間探してたんだけど、どのサイクルでも君を支援するっていう契約だ、うん、支払いは済んでいるから心配しないで、明朗会計だからね。ちょっと話がよくわかんない、ね、いきなりか。話を聞いている間、ひどい匂いが私を襲う。脳内にフェロモンがはびこり、知らないはずのことを思い出される、思い出させる。訪れたことのない場所や記憶にない出来事、鏡の中の年老いて孤独な自分、同胞の亡骸を抱いている結果、何年も後に交わされる全宇宙を対象とした契約、ビジョンが消え、目の前には監督官だけが、よく話わかんないんだけど、難しいねこれ。何を言ってるんだこの人。うん、監督官は基地を拡大すると約束していくと。私の、役割は他の労働者を採用することだ、仕事始めるには建築ターミナルが必要だと言っている。まあいいか、まあちょっとやってみましょう。どういうことなのかね、この月光を採用しなければという気がする。私の家を自分の家のように思ってくれるはずだ。あっという間に持ち場に行くよ友よ、また後で。パルムね、パルム。採用した？これで採用した？新しいステーションにいる監督官を訪ねる。監督官？どこ？そこ？これまた戻んの？惑星上って書いてあるから。ちょっとこの人も話しかけていきましょう。せっかくなんでね。よそ者。しかわかんない。明らかに好戦的な種族で歓迎されているとは思えないが、お辞儀して挨拶をしている。伝統と名誉を重んじているのであろう。差し迫った危険を感じず、その場を立ち去ろうとすると、生命体が私のマルチツールを指さしてきた。心配そうに吠え、マルチツールを手渡すように身振り手振りで。でも渡したらダメじゃない？いいんかな？マルチツール。まあ、渡してみようか。手放す。戦士が満足した様子でうなるかな。よかった。改良されたマルチツールを差し出してから交換してくれるんだ。いい人だったね。あ、っていうか、スロットめっちゃ多くない？おー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 おおお。何これ。あ、違うわ。ただでくれるんじゃないんだ、これ。ちょっと待てよ。お金だろ、ほら。お金だろ、ほら。持ってないし、そんなお金。くっそ。しょうがないね。すごいね。スロットの数全然違うやん。ここまで増えるんですね。しょうがないな、断るか。評価は一応まあ上がりましたね。もう一回話しかけたら、できんのかな。よそ者。生き方を大きく、何でしょうね。
聞いてみよう。彼は興味深い、場所への行き方を教えてくれた。おお、なんだ、オペレーションセンターを感じ、あ、なんかアイコン増えましたね。ちょっと後で行ってみましょうか。じゃあ、これとこの人は、あ、また中間目標多い、うん、これ終わるまでね、話しかけられないですよ。よし、終わった。はい、アシスタントルゲルジュ。ゲックゲック、うん、わかんないね。私が近づいて話しかけると、生命体は驚いて目を見開いた。腰を下ろし、こちらの動きに目を光らせている。今まで私のようなものに会ったことがないのだろう。この主人公はどんな種族なんでしょうね。そういえば、自分の姿あんまり見てないんで、彼らの言語が話せないこと身振りである。身振り示せるんだね。ある資源を渡せば喜んで手助けしてくれると示してきた。炭素、ヘリジウム、ヘリジウムあげとこうか。くちばしをカチカチ鳴らして感謝の気持ちを表した。彼らの言葉をいくつか教えてくれた。オッケー。民ね、民。破壊する。でも、これ、後半になればまともに会話できるようになるんでしょうかね。どうなんでしょう。こんだけか。こっちは何があるの？ああ、これはアトラスパスが必要と。ここに置いて、ここ、ああ、これか、トレードするやつ。エメリル、売っときましょうか。なんかいらんやつ全部売っちゃおう。いらんやつっていうか、荷物なんかいっぱいなんでね。これよくわからないけど、値段高いんで売っちゃいましょう。プラチナ、ニッケルも、まだ使い道わかんないんで。プラチナは割とね、あるんですよね。あんまいいか、使うかもしれない。これはまだ使うか。エメリルを売れた。これが結構いい値段になりますね。あとはいいかな。抽選のアイテム。この辺はなんか使いそうなんですよね。コーバックスっていう種族がいたりするんで。サボテン売ろう、サボテン。違うな。こっちか。ヘリジウム。こんなもんか。あと何があるんでしょうね。なんかそのレシピとかが欲しいですけどね。どっちかっていうとあんまりないね。あ、ちょっと買えるものも見てみようか。よいしょ。動的共鳴装置、この辺は使うんですよね。ワープセル、変動性プラズマとかね。あ、こんだけだ。そんなないね。まあいいか。よし、じゃあちょっとクエストを進めてしまいましょう。住居の。なんかアイコンいっぱい出てたね。また、また。中間目標多すぎない？スペーストラッカー。面白いね、こんな形の宇宙船とか。まあ高そうね。お高いんでしょっていう感じですけど、ほらね、まだちっちゃいやつですけど。なんて書いてある？オペレーションセンター。まあここ、まあ戻りましょうか。じゃあさっきの、自宅に。よし、おお、まだまだやることたくさんありそうですね。さっきのマルチツール欲しかったな、ほんと。あ、ちょっと待って、今、あれ通り過ぎた。ちょっと、よそ見してた。あぶね。よし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 。ここでいいや。はい、
りで、まあ、昼間はねいい気候なんで。あ、いるね、監督官。鍛えた。マネージャー、パルムさんね、パルムさん。はい。学ぶべきことも、この目で確かめるべきことも、まだまだ、たくさんあるよ。そして、ここは私たちの永遠の家となる。ガラスを受け取って、この素敵な家に星の光を招き入れよう。ガラスを受け取る。ガラスのレシピ。おお、なるほどね。フロストクリスタルから作成されるっていう、ね。フロストクリスタルがまず見たことないんですけど。うん。まあ、窓ができるのかな、うん。ガラスを通せば何でも受け入れることができるよ。時間はたっぷりあるし、他にもやらなくちゃいけないことはあるんだ。プラチナを集めてきてくれたら、化学ターミナルをコーバックス用に調整できるよ。うん、コーバックスはキックに苦しめられてきたからね。優しくしてあげてお願いだよ。うん。うん、なんかどんどん話進んでいくんですけど。私の旅は壊れた宇宙船とともに始まった。いくつもの惑星を訪れ、コーバックスやゲック、バイキンに出会った、うん。彼らには彼らの物語がある。彼らの帝国は滅び、建物は影も形もない。だがこの基地は無傷のまま残され、汚れても朽ちてもいない、まるで私のために作られたかのようだ。監督官からコーバックスの科学者を、採用するためにプラチナを集めるよう頼まれた。まあ、引き受けておきましょうか。彼はとても役に立ってくれている。一握りのプラチナで化学ターミナルを手に入れ、新しいコーバックスの仲間を迎えることができる。何？基地建設、終わらなさそうですね、これ。他の星行きたかったんだけど。青い植物からプラチナを採取。いくついるの？あと45でしょ。もうちょっとだ。しょうがないんでプラチナ探すか。青いある、ある、あそこ、あそこにある。あとあっちにもちょっと行きたいですね。オペレーションセンター、プラチナをちょっと終わらしちゃおうか。じゃあどうやったら早く進んだっけ、これね。いくつ、4、ああ足りたね、ちょうどよかったよかった。昼間はねちょうどいいぐらいなんですけど、夜が寒いんですよね、ここはね。はい、持ってきたよ。はい。いや、また君かい、トラベラ。うん、今度こそ頼んだものを持ってきてくれたんだよね。監督官は不思議なことを言う。私たちは前にもこうして会ったことがあると。私にはそんな記憶はないのだが、誰から支払いを受けて私に協力してくれているのか尋ねた。うん、監督官は笑って、これから何年も後に私の子供が支払ったのだと言う。うん？何を言ってるのか理解できない。監督官は私にプラチナを渡す。渡します。素晴らしい。やってくれると分かっていたよ。化学ターミナル計画を完成させるのに必要なものなんだ。うん、はい。化学ターミナル、鉄。何？トラベラー？うん。できることはたくさんあるよ。廃墟に行って端末からデータを集めてきてくれる貯蔵コンテナを作るのに必要なんだ。うん。近くの建造物から貯蔵コンテナの設計図を頼む。まあまあ、忙しいね、結構ね。後悔はさせないよ。データがありそうな場所に印をつけておいたからね。ああ、まあじゃあちょっと探索していきましょうか。なんかやること増えてきましたね。サブミッションがいっぱい増えてきたね。はい、今日行く？どうしようかな。なんか荷物置いといたりできないのかな。
以前の基地のなんかそういうチェスト的なものないの？なかった気がするんだけど。壁。あ、それがあれか、貯蔵。ちょっと待って。貯蔵なんとかって言ったね。それを持ってきたらなんかいいのかな。それちょっと必要そうなんで持っていきましょうか。宇宙船乗っていった方がいいのかな。こっちが廃墟ね。もうちょっとかな。あ、なんかあるね、あそこ。おお、廃墟ね。よし、また似たような感じですね。でもね、ここに降りよう。で、一応セーブしとく。セーブポイントが。寒い。立碑。うん。なんかもらえるかな。はい。なんでしょう。あ、うん？何が出てんの？コンテナ。あ、持てないのか。ちょっと待てよ。燃料を補給して、あ、開いてるよね。あ、宇宙船かこれ。あ、何これ。これを入れとこう。あのマシンも入れよう。これでいいんじゃないかな。バイキンの探検。お、体力回復剤、パワーキャニスター。おー、この辺はなんかありがたいですね。あ、マナッチさんですかね。いらっしゃいませ。こんばんは。温度レベル、入り口はなん、すごい空の色ですね。えらい低いとこ飛んでます。あれ、入り口ない。どっから入るんだろう。あ、正面でしたね。なんて回ったんだ俺。よし、あ、また変なドロドロしたところが、やつがいるところですね。アイテム、あ、これ照明か。うん、ブル、くそ。ちょっと待って。探検。あ、何？これは？お、できたできた。よし。プラチナも移動できない。移動できないのか。これなんだ、パグニウム。整理。鉄を戻して、ヘリ銃、剣重なるもんね、これ。よし。よし、これでいいか、とりあえず、2つ。これだね、多分ね。こんばんは。あ、ヤスさん、こんばんは。いらっしゃい。俺の名前つけてください。いらっしゃい。いらっしゃい。まあ、順番にね、つけていきますんでね。また、そのうち多分。ユーザー認識、ターミナル稼働、回路にアクセス中。監督官が私を連れ去っていった場所は、連れて行った場所は、荒廃してから長い時間が経っていた。パネルは長く放置されたどこかの建物で、以前見たことのある油っぽく鼓動している動物の下。長いね、何？回路を解析する。はい。監督官の直感が当たっていたようだ。回路には必要なデータが入っていると信じざるを得ない。はい。お、ん？ん？データ消去。ん？
これ以上の情報収集は難しい。あ、そうなのか。あと、なんか適当にちょっと荷物を開ける。シールドプレート。うん、この、くちゃくちゃしてる音、嫌だね。何なんだ、一体これ、ほんと。ここ、まだ取ってなかった。あ、持てないの、もう。アイテムがいっぱいすぎるな。これ、入れれたっけ。あ、入らない。くそ、持てないぞ、何も。スロットがね、足りなすぎるな。これ、チャージしちゃうかも。これ、シールド、シャー、あ、違うんだ。シールド、あ、違うのか。重ならないんだね。スロット少なすぎるな、ほんと。ここにもあるんだよね。ちょっと一応 見るだけ見ていきましょうか。なんか、いろいろアイテム。よいしょ。このサビとかもいらないよね。いらないやつ捨てよう。サビ、まあ、売ったらお金にはなるんでしょうけど、プラチナも3つだけだから、処分しちゃいましょう。9000、これね。鉄、これいくつあるの。32個か。亜鉛、タミウムも少ないね。これ補充して、あ、取れてなかったサフィ。よし、探検ね。はいはい、まあ、これは重なるからいいか。もう持ってない。よし、プルトニウム、オッケーオッケー、これなら持ってる。アトラスパスが必要なんですよね、何するにもね。アトラスパスのちょっと手に入れ方を調べときたいですね。あ、何もなかったね。うん。腹減った。放射能惑星とかないの？あ、ありましたよ。ありましたよ、放射能惑星。うん。このすぐ隣にあった星がそうでしたね。もうこれこんだけだね、じゃあ。変えるか。これが監督官だね。じゃあこっちに戻りましょう。はい、よし、よいしょ、はい、よし、帰ってまいりました。で、何が起こるんだこれで。このワープが欲しいよね。テレポーター。はい、行ってきたよ。戻ってきてくれたね。ありがとうとも。データをもらったらすぐに貯蔵コンテナの設計図を抽出するよ。うん。ゲックが力を、うん。貯蔵コンテナがあると、さあ設計図、うん。ほう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 。アイテム置いとけそうだよね。在庫アイテム用の広々とした追加倉庫。おお。なるほど。ボルタ電池。なんだ。さてと、ともよ、化学ターミナルがあればいいんじゃないかな。この基地をコーバックスのカチカチとピカピカで賑やかにしてみないかい。素敵だろうな。うん。監督官はこう。コーバックスの科学者を迎えることが基地のためになると思っているようだ。苦労して手に入れた設計図を有効活用したいだろう。まあまあ同意しておきましょうか。はい。友よ、君と意見があって嬉しいよ。うん、なるほど。今度どこ行ったね。基地に科学者を雇用する。
また宇宙ステーション行くの？お、違うの。どこだ？過酷な惑星リクエストまあそのうちね、まあどうせ当たると思うんで過酷なところ目的地示されてないね。あ、これか。え、目的地ここだよね。あ、何の目的地だ。うん、あれさっきやったよね。はいはい、科学ターミナル。あ、違う違う、これ、あ、これか、こっちかな。位置違うわ。こどっちだ。宇宙ステーションまで行かないといけないの、また。もうそっか、あ、もうやってしまうか。もうだからさっきの宇宙ステーションはこのギックなんですね。このカエルみたいなのがいる宇宙ステーションだから、コーバックスの宇宙ステーションに行かないといけないってことか。大変だなそれも。なら、もう次の行っちゃった方がいいのかな。ログじゃないわ、こっち、違う違う違う、アルスエンジンちょっとチャージしよう。よし、銀河マップってどれで開けたっけ。前回の宇宙ステーションがでも確かコーバックスだったよね。戻った方がいいのか進んだ方がいいのか難しいな。銀河ドライ出ないね、これ。あれ？よし。じゃあまあね、次の行っちゃいましょうか。もうもう進んでいく。銀河マップがギャラクシーマップね、こんな感じなんですよね。はい。今2番目のところにいて。違う。あ、これいろんなとこあるんだね。これどうやって隣見れたりするんだろう。仲間になってくれそうとかあるけど。あれ、移動がなんかやりにくいぞ、これ。検索条件。どうしたらいいんだ。ブラックホール、うん、これか、これ。遠いけどもう行っちゃいましょうか。進んじゃいましょうか。星4つありますね、プラネット。まあ行っちゃいましょう。よし、これでワープ。次の、星系ですね。まあ地球で言ったら太陽系から別の太陽系っていうの、まあ、太陽じゃないんですけど、恒星行くんですよね。なんたる星系に行きましたね、はい。とりあえず宇宙ステーションないんかな。宇宙、うん、ハイパードライブエラー、ワープ燃料残量なし、燃料用の資源の探査。ああ、何これ、ガイド一応開始しとくか。はい、宇宙ステーション在、あったあったあった、近いじゃん、うん、とりあえずあそこに行きましょう。あ、すぐ行けそうだね。隕石がたくさん降っていく。どうせなら放射能惑星と隕石がたくさん、寒い惑星。なんでそんな過酷なところに行きたがるんですか。入っちゃいましょう。危な。
ああ、過去の前回の動画かな。この再生リスト見せてもらったらね、大体ありますよ。寒いところと灼熱のところと放射能のところ。一応3つとも経験してるんで。まあ見直してもらったらいいですね。よし。あ、でもそういう過酷なとこの方がなんかそういうレアな資源があったりするんでしょうかね。あ、どうやらコーバックスではない気がする、これ。違う気がする。コーバックスってあれだと思う、機械のとこだよね。戻った方がいいか、じゃあ。まあ、いいか、もう進めていった方がいいね。よし。まあ、話してみましょう。よそ者。宇宙は過酷なところを開拓するのが楽しい。そうなんですか。まあ、まだちょっとね、始めたばっかりなんで。はい、戦士の動きから戦士の祖先が現在は侮辱されてないことが分かった。戦士は友好的に吠えて、よく分からないね。これ、物々交換してみましょう。はい。引き換えにパッケージを手渡してくれた。あ、これか。これは、バイキンなんだ。あ、バイキンがこういう感じなんだね。これはゲックだよね。どうしようかな。どこに、もうなんか分かんなくなってきてるよね。よいしょ、目的が。メインは、これか。ああ、メインはだからここですね。サブがこれなんですけど。どうしよう。とりあえずじゃあ1個近くのそのワープ材料の星に行ってみましょうか。宇宙船もね、うわで大きいの欲しいね。はい、こんなんとかね。ぶつからないこれ、大丈夫。よし、ぶつかったよ、明らかにぶつかったよね。だから敵がでもすごい来てる。どこだ次は。違う、こっちだね。メインの方をちょっと指定しとこうか。そしたらどこだ、目的地。あ、下だ、これか。あ、この星だね。よし、じゃあここに行ってみましょう。もうそろそろでも燃料がいろいろ足りなくなってきそうですね。だんだん過酷になっていくのかな。どうなんでしょうね。敵が強くなってきたりとか。なんな、もうちょい。3210。おお、さあ、いい星だといいんですけどね。どうでしょうか。ワックス、ザユグア、読めなかった。燃料の材、あ、燃料の材料、これか。何があるんだろう、ここに。なんかある？あ、なんかあるね。よし。ちょっと降りましょう。暗いね、でもここ。
さあどうでしょう。熱保護、暑い、正気に満ちた土地来ましたよお望み通りのちょっと過酷そうな60度でしょ、なんだこれ、一応調べとくか。アノマリー検知プロトコル準備中、うん、それは私が今までの旅で見てきたどんな建造物にも似ていなかった。何もかもが見るからに全く異質で、あからさまに場違いだった、うん、私が眺めていると頭の中に一人でに言葉が浮かんできた。会話の断片を継ぎ合わせたような奇妙な言い回しで、放浪者か友か、なんだそれ友だ。自分に問いかけられているのかどうかもわからない質問に答えるのはおかしな気分だ。だが明らかに何かが反応した。何かが目覚め、こちらを観察しているという圧倒的な感覚が私を襲った。頭の中に別の問いかけが浮かんできた。これが最初か、これが最後か、難しいな。さ、いや、どっちだこれ最初だ。こんな風に話しかけられてどういう態度を取ったらいいのかわからない。このモノリスはきっと遥か古代から幾度となくこの一連の質問を繰り返してきたのだろう。なぜかそんな気がしてならなかった。モノリスが再び問う、うん、質問好きだねこの人。シンクの目を見たか、シンクの目に見られたか、うん、見たよね、見られたよね、両方かな、両方。アノマリー発生率が安全域を超過、侵入を検知警告、警告、境界は破られた、障壁は崩れ落ちた、お前の宇宙が待っている、我々を探せ放浪者よ。どういうこと、あ、なんか来た、あ、びっくりした、センチネルか。何もない、何それちょっと待って、ちょっと待って、もう終わりか、うん、はい、何それ、もう一回答えられるの。目を見たにしてみようか。アノマリ、うん、違うねもう一個、もう全部試してみましょう、はい、生物いましたか、はい、はい、見られた、一緒、一緒かよ次どうしたらいいの、結局これはセンチネルですね。なんか今出てたね、アイコンが。この何、紫の、すっごい見られてる。一回ちょっと入って、明るくならないのかな、あ、違う、キノコ、なんかキノコが生えてるところは荒れてますよね、大体ね。なんかいるかな、なんか動いてる、あれはセンチネルか、でっか、うん、キノコか、ん、これもそう、あ、知識の意思だね。これで言語が来ましたね。バイキン、なんなんだろうね、検知、一応言葉3つ手に入りましたね、これで。ワープ。これがモノリスだよね。ああ、どうしたらいいのかな。ん？安定。そうか。で、次の。燃料の材料到着の4秒、あ、すぐ近くにあるんだけど、あ、これだよね、これどうしたらいいんだ、
これわかんないね。何もない。ん？どうしたらいいんだろう。答え変わんないもんね。さあ目的地がなくなりました。どうしようかな。昼間は57とか、あ、いい感じだね。はい、まあね、そしたらね、今日のところはこれで、あ、そうだ、あの星の名前つけないと。こっちか。では今日の、一応ねコメント順でいつもつけさせてもらってるので、今日の1コメさんアイディールさんだったんで、惑星アイディールになりました。ここはね。アイディール2ですね。はい、よし、惑星アイディール来ましたね。これでまたお金もらえますんで、はい。そしたら、今日のところはね、これで終わりにしておきます。またね、続きやっていきますので、もうどうなっていくんでしょうね、この後ね、わかんないですけど。はい。またよかったらね、見に来てください。では、これで終わりにしておきます。お疲れ様でした。